藤子 F 不二雄が作り上げたドラえもんの世界。子供たち、かつて子供だった大人たちにも時代を超えて愛される作品の数々、そしてその時代時代のクリエイターたちによって引き継がれ、多くの映画ドラえもんが生み出されてきた。そんな藤子 F 不二雄作品を見て育った一人の少女がいた。少女はやがて作家となり、今回映画ドラえもんの脚本を手掛ける。彼女の名前は辻村瑞希。彼女にとってのドラえもんとは。5歳のあの日初めて見た映画ドラえもん、のび太と鉄人兵団。もしあの日あの時ドラえもんがいてくれなかったら、私の人生には何度も何度もそういう場面が登場する。希望を素直に提示する力を私は間違いなくドラえもん映画から学んだのだ。いてくれてありがとう。次は彼女が藤子 F 不二雄の思いを受け継ぎ、映画ドラえもんを未来につないでいく。そして2019年3月新たな映画ドラえもんが誕生する。彼女が選んだ今回の冒険の舞台、それは身近ですぐそばに見えるけどなかなか行けない場所、月。僕が生きてる間それは実現しないんじゃないかなと思ってたのが、こう人工衛星が回り始め、スプートニックなんかが打ち上げられて、それからもうあっという間に月にまで人間が行っちゃって、莫大な空間で隔てられたあそこの星へ足跡を今つけてるんだって、こうもうワクワクしてテレビにかじりついて見てましてね。僕はずっと信じていた。月には誰かが住んでいる。そう、月のウサギだ。ドラえもん、異世界クラブメンバーズバッティ。ん、月の裏側見に行こう。月のルカです。転校生のルカと。みんなバッジはつけた？まだ見ぬ世界へ。月に隠された伝説が、あれはまさか真実になる。友達は仲間だよ。ただ友達ってだけで助けていい理由にだってなるんだ。友達、奇跡を信じて。ルカ、君は一体。